12月12日野田総理が議長を務める国家戦略会議が4回目の会合を開催来年度の予算編成に向け基本方針の骨子案などについて議論を行いました今回古川経済財政政策担当大臣から説明があった骨子案で示された24年度予算の基本的な考え方はご覧の2本柱まず 我が国の経済財政の厳しい状況を踏まえてこれまで以上に経済成長と財政健全化の両立が重要との考え方を示していますまた来年度予算を日本再生元年予算と位置づけ日本の再生に全力を尽くしていくとの考えを示しました言うまでもなく東日本大震災からの復旧復興は この内閣が取り組むべき最最大かつ最優先の課題ですと所信表明演説で述べた総理の決意来年度予算の基本方針案には日本再生の1丁目一番地は東日本大震災の被災地の経済社会の再生であると総理の思いが色濃く反映されていますそして普段からよく口にしているこんな思いも この国で居場所があって、チャンスがあって、仮に失敗したとしても、リターンマッチのできる、中間層の厚みのある国、それを作り上げていきたいというふうに思っています。この分厚い中間層をはじめ、これまで国家戦略会議で議論してきた5つを重点分野として挙げました。予算決済に関する閣僚委員会において、きょうのご議論を踏まえて、 検討し決定をしていきたいというふうに思いますその他今回の会議では前回取りまとめられた日本再生の基本戦略の基本的考え方に基づき我が国の経済を支える人材の確保と育成などについても議論先進国間で人材獲得競争が激化している中で我が国も優秀な人材を世界から 獲得していくことががが重要でありますさらに我が国が世界に誇れる資産は人材であります世界で活躍できる人材の育成に向け、古川大臣の下でさらに検討を進めていただきたいと思います日本再生の基本戦略については、年末までの策定に向け、引き続き基本的な考え方に沿って議論を具体化させていきます。